売り上げがあるときは頑張って30万とかそれぐらいだったんですけども、うん、今月商でいうといくらぐらいでしょうか。今150万達成しました。素晴らしいですね。ということで今回ですね、フリーカメラマンが LINE 公式266人集客して月商150万円を達成した秘訣について、今回実績者の木村さんをお呼びして対談動画をお届けしていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では最初にちょっとお名前からなんですけど、お名前は木村知花さんですね。現在の業種を教えていただけますでしょうか。フリーカメラマンやっています、うん、フリーカメラマンとしてご自身でもその撮影の依頼を受けたりする傍ら、ご自身も最近なんかね講座とかを作られて販売されていたりもするというふうに聞いたんですが、カメラマン養成講座、養成講座もされていらっしゃるということですね。カメラマンになりたい人に撮影方法とかマインドセットのことについて講座をしています。素晴らしいですね。次にちょっと入学の決め手ってところを聞いていきたいんですけども、まあ、SNS のコンサルとか塾ってうち以外にもいっぱいある中で、うちを選んでいただけた決め手とかって何かあったんでしょうか。講師人がすごい信頼できる方だなと思ったのが一番大きい決め手になっています。うん、嬉しいですね。ありがとうございます。最初弊社を知っていただいたのって何きっかけだったんですか。公式 LINE をずっと拝見していて、セミナーを受けたっていうところが一番の入り口ですね。うんうん、セミナー受講からということですね。はい、はい、ありがとうございます。実績面というのも聞いていきたいんですけども、その前にうちの学科に入学する前と後での数値的な変化とを聞いていきたくて、うちに入学する前っていうのは集客状況とか商品の有無であったりとか売上ってどんな感じだったんですか。入学前は撮影だけで収入を上げていたのですけども、うんうんうん、SNS のマーケティング系が全然わからなかったので、うんうん、この講座をきっかけにどういうふうに動線を作っていったらいいのかっていうことが分かったり、リサーチのこととかも分かったので、それを取り入れながら集客できるようになりました。素晴らしいですね。撮影収入がね結構メインっていうふうにおっしゃられていたと思うんですけども、撮影収入以外にも何かその講座売っていたりとかは入学前にされてたんですか。あ、はい、あの趣味向けの方にオンラインカメラ講座を販売しています。あ、なるほどなるほど。これは結構高単価で売ってた感じですか。いや、お買い求めやすい価格でやっています。なるほど、低単価で販売していて、はい、でこの時は結構売上ある程度ドカッと上がったりとか、今みたいに月商100万とか売上安定してたりされたんですかね。実はそうでもなく、あの売り上げがある時は頑張って30万とかそれぐらいだったんですけども、うん、でもこれ毎月30万円が入ってくるっていうわけでもなかったってことですよね。そうですね、換算期があって、まあ、口座売らない月は売り上げゼロだしっていう風な状態。そうですね、ちょこちょこ入ってきたら撮影をするっていうような状態です、うんうん、じゃあありがとうございます。これが入学した後の変化というところなんですけど、今月商でいうといくらぐらいでしょうか。今150万円達成しました。素晴らしいですね。先月がちょうど150万円と何人くらいの方に商品を販売された感じでしょうか。4人で150万円。4人のクライアント様を獲得して150万円の売り上げを達成されたと。ちなみに今 LINE 公式アカウントってトータルでいうと何人ぐらいいらっしゃいますか。今266人です。266人を集客してということですね。ということで今回ね、今まで、ね、なかなか低単価で売り上げ安定しなかった状況から月商150万円まで売り上げ5倍以上に伸びたその秘訣っていうところをねちょっと聞いていきたいと思うんですけども、まず知花さんがですねそこまで売り上げを達成することができた一番の決め手って何だったんでしょうか。一番の決め手は商品設計を一緒に講座で考えてもらったことかなと思います、うんうんね。まあ、うちの場合であればね商品コンセプトとか商品プラン設計の代行っていうのもスクールついてますので、まあ、そこで一緒にねコンセプトを練らせていただきまして、まあ、そこで商品単価であったりとか、この動画見てくださってる方も覚えておいてほしいんですけども、よく集客したら売り上げが勝手に上がると思ってる人いると思うんですけど、集客した後にもその商品コンセプトとか商品プランが魅力的じゃなかったらお買い求めいただけなかったりするっていうのがオンラインビジネスの現状としてありますので、まあ、そこをより魅力的な商品パッケージにできたっていうところですかね。そうですね商品設計をした後に集客面であったりとかインスタグラムとかでねリストを取るっていうところで知花さんが意識されていることとかあればちょっと教えていただけたらなというふうに思うんですけども、まあ、今こちらですねちょっと知花さんの、インスタグラムをちょっと表示をさせていただいて、おります、今フォロワー数でいうと 1.2 万人ぐらいね、いらっしゃるということで、もともと入学当初も1万人ぐらいフォロワーはいたんですが、そこからしっかりとマネタイズにねつなげることが、できたのがここ、2、3ヶ月の間ということで、一応投稿としてはねこういうふうな写真をベースにね、投稿されているんですけども、知花さんはこのインスタ運用する上で意識していることをちょっと教えていただいてもよろしいですか。
インスタのギャラリーを見てやっぱり写真を楽しんでもらいたいと思ってるので、うん、あまり文字入れをすることはしませんでした。これ見た時に皆さんこう思ったと思うんですよ。北野さんいつもインスタに文字ね入れてくださいっていう割にちかさん全然入ってないやんと思った人いると思うんですけど、これは戦略の一つで、ちかさんの場合はカメラマン養成講座だから写真に興味がある人っていうのが見込みのお客様になるので、ちかさんの場合であればカメラの素材すでに持っていると。であればあえて文字入れをせずにその素材アップしていくことで写真に興味がある人を集め、そこから LINE 公式アカウントに誘導していき、そこでカメラマンの養成講座の教育を流していくことで最終的に講座を販売できるっていう、まあ、綺麗なマーケフローができると判断したので、あえて文字入れはしていないということなんですね。ちなみになんかストーリーとかもね、ハイライトも結構まめにアップされていらっしゃると思うんですけど、ストーリーとかはどういう風な内容を意識して上げられていらっしゃいますか？ストーリーはイベント系をよく上げているんですけども、うんうん、時々おすすめの本とかもシェアしたりしてます、うん、あとなんかプライベート面とかはどういう風に出されてますか？プライベート面は私のはしゃいでるところとかも結構上げたりしてますまあ一応こういう一面もあるんだよっていうところでね、はい、そういうストーリーとかでそういった一面も出されている。プロフィール文章とかも弊社で初回コンサルの前あたりに作らせて一緒にいただいたんですけども、木村さんであれば東京カメラ部10選2021夜景が好きなプロカメラ女子、まあ、こういった過去の実績とか、まあ、こういったところをしっかりと載せていただいていると。で他にですね、LINE 公式アカウントの配信の中でこういう風な配信をしたらすごい反応があったとか、意識的にこういうことやってるよっていうのがあれば教えてほしいなと思うんですけども、カメラマンになりたい方って方法を知りたい方が多いんですけども、ただ目先の方法を知るだけじゃカメラマンとして安定した収入は得られませんよっていうことはよくお伝えしています、いわゆるノウハウをただ与えるわけではなくて気づきを与えるようなそういった配信をしっかりされていると。はい、そうですね、いうことですね。なので、まあ、実際マインド面の教育っていうと、例えば、まあ、行動してもらう教育であったりとか自信をつけてもらうための配信であったりとか、まあ、あと私でも本当にカメラでね収入を得ていくことって本当にできるのかなってやっぱ不安な方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、そこに対していろいろエビデンスを見せていったりとか、本当はカメラマンってちゃんと正しくやればしっかりと稼ぐこともできるんだよとか、まあ、そういった配信をしっかりと多角的に行っていらっしゃるという感じですかね。そうですね、どちらかというと方法よりもマインドセットも大事だよってことは教えています、ちなみに販売の動線としては最後 LINE 公式からセミナー誘導でしょうか、それと個別相談？個別相談です。今最後はやっぱ LINE 通話による個別相談ですね。よく個別相談とかっていうとすごいゴリゴリにセールスするっていうイメージが一般的にあると思うんですけど、木村さんの場合はそんなにゴリゴリにセールスしなくても制約いただけた感じでしょうか？売りたいっていうよりもクライアントに寄り添って一緒に悩みを解決したいっていうような気持ちを大事にしてやってるので、何をしてるかというと、お客さんの価値に基づいた目標設定を一緒にお手伝いしてるっていう感じになってます、個別相談の時点からお客様の良きやっぱアドバイザーになるというのがね営業のやっぱ本質なので素晴らしいですね。木村さんもそこがしっかりとやっぱできているからこそ、まあ、そんなにゴリゴリ制約しなくても最終的にお客さんの方から欲しいと言われて、まあ、ご契約をいただけているという感じですね。じゃあ最後にですね一つ聞いていきたいのが、まあ、もちろんうちの集客学科とかって決してやっぱ安い値段ではないのでやっぱ入学されるのに勇気って言ったと思うんですけど、最初に入学された時にどうしてその一歩踏み出すことができたのかっていうところを教えていただいてもよろしいですか？他の講座と比べてサポートが厚いなと思ったのと、講座も週に2回くらいのスパンがあるので、継続してできるなと思ったところが魅力的で入学しました。ありがとうございます。今回ね木村さんと一緒にいろいろポイントであったりとかお伝えさせていただいたんですけども、まあ、木村さん実際の LINE の配信とても上手ですので概要欄に、貼っておりますので、ぜひ、木村さん LINE 公式アカウントも登録していただくとね、まあ、今だけプレゼントも受け取れると思いますので、まあ、ぜひこちらの方から LINE 登録いただいて木村さんの、配信もチェックしてみてください。ということで木村さん本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回も動画最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。私の LINE では弊社がインスタ1000アカウント以上プロデュースして判明した今最も結果の出る再現性の高いインスタグラム集客のノウハウ動画、そして LINE 公式アカウントの配信で制約率を2倍3倍高めるためのテクニック系の動画をプレゼントしております。またさらにですね今だけこちらに出てるね弊社出版している紙書籍もですねどれか一冊プレゼントしておりますので、ぜひね興味ある方は概要欄から LINE に登録いただいてプレゼントを手に入れてみてください。またこの YouTube ではですね日本一実践的で分かりやすい SNS集客のノウハウを日々配信しておりますので、ぜひね今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そしてもっとですね SNS を使って集客そして売上アップにつなげていきたいという方はですね弊社自宅で受けられるワンデー無料ズーム勉強会というのをね日々行っております。まあ、こちらも興味ある方はね下の概要欄から LINE 登録いただいてズームセミナーとカタカナの何文字でねメッセージを送っていただきますと日程が届きますので、こちらからお申し込みしていただけます。まあ、今だけね参加特典としてこちらに出ているね豪華6大特典もね無料でもらえますので、ぜひねセミナーの方もご参加いただきたい嬉しいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。